銀筆、バストオブ、エイウォーリアインプロフィール、1475から1480年頃、レオナルド・ダ・ヴィンチ、クリーム色の血塗りを施した紙に、銀筆、大英博物館、エイ・スタディ・オブ、エイ・ウーマンズ・ハンズ、1490年頃、レオナルド・ダ・ヴィンチ、炭鉱褐色の血塗りを施した紙に銀筆と、木炭に、白のハイライト、ロイヤルコレクション銀筆とは、 細く尖らせた銀を芯に用いた洋画材である。金属尖り筆の一種。黒海などの白色顔料を混ぜた研磨室の血塗りを指示体に施して描く。金属尖り筆には金、銅、鉛など様々な素材があるが、銀は最もよく使われてきた素材で、灰色の筆跡が強子変化によって褐色がかるのが特徴である。濃淡の表現が難しく、 容易に消すことはできないが、緻密で、半永久的に耐久性のある病線が得られる。少なくとも12世紀には存在し、15世紀頃から素描に盛んに使われたが、黒鉛を原料とする鉛筆の登場以後はあまり使われなくなった。キアロスクール素描などのために、夕食の地のりも使われる。現代では原理を同じくする金属ペンと呼ばれる筆記具が売られている。これは、 血塗りをしていない、普通の紙に対して使うことができるが、画材用とは異なり、素材配合は必ずしも明かされていないが、鉛を含んでいることがあるので注意が必要である。現代生産される用紙には、平滑性や不透明性、インク吸収性などを改善する、天量として鉱物質が含まれており、多少の研磨性も与えている。少子の方式によっては、 天領の分布が表側で多くなる場合があり、紙の表裏の確認のために一円硬貨などのアルミニウム材を擦り付け、すりコんの濃さによって判別する方法がある。ただし一円硬貨のような貨幣は損耗すると、貨幣損傷等取締法に触れ得るため、便宜的な利用を超えるべきではないだろう。ありがとうございます。